さあそして今日はその日本女子3人に立ちはだかるライバルの強さの秘密に迫ります。全日本女王坂本花織、トリプルアクセル旋風を起こす紀平梨花、日本女子スケート界を牽引する宮原知子、彼女たちが世界をつかむためにどうしても超えなければいけないのがフィギュアスケート大国ロシア。その中で最も注目すべき選手が平昌オリンピックで金メダルを獲得したアリーナ・ザギトワ。シニアに転向したばかりのシーズンにオリンピックの大舞台で頂点に輝きました。Я такой человек, который не люблю рассказывать о них. Многого они не знают. Вот. Могу сказать, что много не знают. 我々は金メダリスト、ザギトワの強さに迫るため、取材を決行。所属しているのはモスクワにあるトップアスリート養成学校、サンボ70。現在は格闘技のサンボだけではなく、さまざまな競技でメダリストを輩出しています。特待生のザギトワはここで週に1回個人授業。まだ16歳の彼女にとって勉強も欠かせません。このサンボ70の一つの部門としてあるのがフィギュアスケート専用施設。ここにはバレースタジオ、さらにトレーニングジムも完備されています。スケート以外でも体作りから全てのメニューが徹底管理されているのです。ここで指導をするのがエテリ・トゥトベリーゼコーチ。オリンピックメダリストを育て上げる彼女は過酷な練習を課すことで有名。鉄の女などさまざまな異名があります。その内容はシニア・ジュニア関係なく90分間休むことなく滑り続けると同時に本番でも失敗しない強靭な精神力も作り上げています。時には本番で 110% の力を出すため、エテリコーチが常に選手たちに伝えている言葉です。То есть когда я чувствую, что спортсмен по разным причинам не отдохнул, не собрался, то есть не может выполнить задание, здесь, да, приходится строгость добавить. Но надо как родитель тоже, да? 厳しい練習の中でもザギトワの愛犬マサルは選手やコーチたちの癒し。練習中の表情で遊ばせるなど、日本では見慣れない光景がそこにはありました。間もなく開幕する世界選手権、アリーナ・ザギトワはどんな演技で日本中を魅了してくれるのでしょう。Сказать вам огромное спасибо за поддержку и надеюсь, что вы меня очень тепло встретите в Японии на чемпионате мира. Я буду васOчень ждать. Люблю, целую. Аригато газамасу. はい、というわけですけれども、やっぱり村さん、はい、ザギトワ選手が強力なライバルとなってきそうですよね。そうですね、ここに来るまで今シーズンちょっとあまり調子が良くないかなっていうところが、ジャンプのミスがあったりとかしているんですけれども、まあ、やっぱりオリンピック女王なので実績っていうものもありますし、そしてここ一番というところに合わせてくるかなというふうには思ってますね。そういう勝負強さがあるということですね、はい、そして演技構成点も高いということなんですね。そうですね、はい、VTR にあったサンボ70では村さんが今の4回転というふうにおっしゃってましたけど、4回転飛ぶジュニアも輩出されているということで、やっぱりジャンプのレベルってすごく高くなってるんですね。そうですね、今かなり人数が出てきていて、正直ここまで人数出てくるっていうのは想定して、自分の中でも想定してなかったですね。やはり
ジャンプっていうのは割と誰かが飛ぶと後を追うように飛べるようになってくるっていうのが結構パターンとしてありまして、あの陸上だと9秒台 100m の9秒台っていうところに行くっていうのは誰か超えるとっていうような同じパターンが起こり得るのかなっていうところと、あとはまあコーチ陣の技術的なその効率のいい4回転の飛ばせ方っていうのがだんだん女子にも定着してきているのかなっていうふうに思いますね。効率の良さというのは何か楽に飛べるということですか？そうですね、今までこうやっぱり男子の場合力で持っていけてしまっていたんですけれども、それをこううまくそのスピード感と流れにうまく後ろに飛ばせるっていうことを重視しているっていうのが今の4回転になっているかなと思います。そうやってたくさんジャンプを飛ぶ時代になってきているわけですけれども、村さん、ザギトワ選手を含めた世界の強豪たちに日本の選手が勝つためのポイント、どんなところになってくるんでしょうか？そうですね、まずはやっぱりあの女子の場合ミスをしないことっていうのがまず前提としてありまして、それをミスをしてしまうと表彰台から落ちてしまうっていうところがちょっと今あるかなと思いますね。坂本選手はそうしたらどうなんですか？そうですね、あの坂本選手に関してはもうあの圧倒されるようなスピード感っていうそういう迫力っていうのが持ち味なので、そういうところをしっかり出してもらえればなと思います。木平選手はどうですかね？そうですね、木平選手はあのまずやっぱり今シーズン課題としているショートのトリプルアクセルっていうのがまあ鍵になってくるかなと思います。宮原選手はどうですか？宮原選手はやはりあの演技力っていう部分ではあの日本女子の中でダントツだと思っているので、その持ち前の味っていうのを生かしてほしいなと思います。いや本当にこうやって聞いていくと、はい、やっぱ実力伯仲、誰が勝ってもおかしくない、やっぱりそういう世界選手権になっていきそうということですね。そうですね、いやもうそれだけ誰が勝つかわからないその世界選手権が来週の水曜日から始まるわけですけれども、矢村さん本当に明日また楽しみになってくるんですけれども、明日はですね男子のライバルについて村さんと一緒にお伝えしていきます。ということで今日はありがとうございました。